はい皆さんこんにちはレック専任講師の赤松です、えー、今日は私の春、えー、クラス、えー、新15月合格コースから、えー、一発で合格していただきましたコカモさんにお越しいただいております、えー、今日はいろいろと勉強の秘訣などについて、えー、お話を聞いていこうかと思ってますはいじゃまずあコカモさんの簡単に自己紹介してください どうも、あのー、今赤間先生からご紹介いただきました。えー、司法書士合格コース。十五ヶ月の方で合格させてもらって。まあ、一応司法書士登録している、あの、コカモと申します。よろしくお願いいたします。はい。えー、っと、コカモさんが、えー、っと、司法書士を目指されたきっかけは、何ですか。 大学受験するときに、まあ、教育学部を受けるか、まあ、法学部を受けるか自分の中で迷っておりまして、まあえー、教育大学に一応進んだんですけども、まあ、4回生でちょっと時間ができたこともありましてちょっと法律系の資格挑戦してみようかなと思い、えー、目指すことにしましまた、はいえー、っと私のクラスはレックの、えー、その時は神戸本校でね。えー 基礎講座を受講していただきましたけれどもいろいろ予備校あったと思うんですけどレックを特に選ばれたきっかけはえ何だったんでしょうか全然知識もなかったので、まあ、ネットとかで調べて、まあ、法律系の予備校ならまあレックだろうということで、まあ、それほどいろんな予備校もあったんですけどもやっぱ司法書士、まあ、検索しただけでレックがもう上に来たので。まあ ある意味軽い気持ちでレックを選んだっていうところはあまたまたま、ね、神戸での私の、ね、クラスで受けていただいたんですけども、えーまあ、ちょっと私から聞くのも変ですが私の、えー、っとクラスの講義の良かった点ってどんなところでしょう。 やっぱり司法書士のまあ受験するということでまあ過去も見たりまあテキスト見たりして量がもう明らかに膨大だったのでもう15ヶ月で何ともならないなと思ってたんですけどもまあ赤間先生の授業を受ける中でテキストまあ全部隅から隅まで読んでいくというよりもま要点大切なところを集中してまあオンオフ切り替えながら授業してくれたので、ま。あ 膨大な量のテキストですけども薄く感じたというかあのやるべきところをしっかり力入れてできるのがやっぱりいいところかなと思いますはいありがとうございますえー、っと勉強始めてみて、えー、手応えってどうだったですか初めて、えーまあ、思ったよりも簡単だったなとかあるいは逆に思ったよりも難しいなとかそのあたりはどうですか最初はまあ民法とかその辺の辺 授業を受けてみて、まあ、なんとなく授業を受けるだけだったら線引くところも、まあ、言ってることは大体理解できるし、まあ、なんとなくいけるかなとは思ってたんですけどもいざ過去問を見たりするとやっぱり解けない問題が多かったりとか、まあ、試験時間考えてもこれを試験時間でやるのはなかなかしんどいなというところが、まあ、1回では苦しいなといや勉強やる,上やる中でなかなか厳しいなと感じることが多かったです。 岡本さんでも難しかったんですね <laughs>、はいえー。勉強、そうですね、講義をね、まああの聞かれて、それであとはね自分で復習していただく時間もねたくさんあると思うんですけども、えー、まあ講義をうまく、まあ自分でこんな形でうまく利用できたなとか、そのあたりいかがでしょうか。やっぱり最近の赤村先生の授業の良かったところでもちょっと言ったんですけども。 テキストの、まあ、全部必要なところではあるんですけどもやっぱりここが特に重要だとかいうところはきっちんと線引いて授業内で対応してくださるので、まあ、過去問読んでも例えば五紙やった時に、まあ、いらないやしこ分からなくてもいいやしっていうのは、まあ、授業の温度の感じで、まあ、これは先生あんまり言ってなかったから、まあ、解けなくていいやしだなとかそういうのが分かってくるので。 まあ授業を受けて一番良かったのはあの分からない足でもパッと飛ばせるというか、まあ、いい意味で諦めがつくところがやっぱり授業を受けて一番良かったかなと思いますはいありがとうございます、えーまあ、それで、えー、受験1回でね、はいえー、受かっていただいた、まあ、本当によく、ね、勉強をして1回で合格してもらいました合格されてからその後は、えー、今どのように過ごされていますか 一応合格してすぐ神戸市内の司法書士事務所のほうで勤務させていただいて、まあ、もうすぐ3年ぐらいになりますで、まあえーっと。最初は研修とかがたくさんあったんですけども落ち着いてきたのがまあ半年ぐらい経ってきてからかなと、まあ、ざっとはそんな感じですね受け合格してすぐの流れとしてはまあそんな感じです。まあ合格されれてて、ねはい、事務所にも勤められて順調、はいはい ですねはいえー、まああのもう合格されて3年近くっていうことでねちょっと勉強時代の頃逆にもちょっと忘れてきたかなっていう,、ね <laughs> うね、感じかもしれませんけど、えーまあ、本当に、ね、勉強してるときはすごく大変なと<う>ことも、ね、あったと思うんですけど、はい、息抜きなんかどんな感じでされてましたか、うん 僕は、えー、と受験勉強始めたのが最初言ったように大学4回生の時だったので,で、まあ、自宅が明石ということもありましてあの神戸本校に通う時とか、まあ、学校が大阪の方だったので大阪に行く時だとか、まあ、電車に乗っている時が、まあ、息抜きある意味息抜きになったりだとか、まあ、そんな感じですねあとは基本的には最初は勉強はつらかったんですけどもだんだんルーティーンになってきたら。 うんその辛いなと思う気持ちも薄れてくるので、そこまで頑張れれば、はい、あのよかったかなと思います、はいえーまあ、小釜さんはね、あの1回で、ね 1> はい、受験で合格されましたけど、えー、この試験に、まあ、1回またあの短期で受かるためには、どういうことが必要でしょうか。 やっぱり思うのはあのどうしても司法書士しっかり合格しようと思う人は真面目な人がきっと多いと思うので隅から隅まで全部覚えないといけないとか、まあ、過去問も全足回答完璧に回答できないと思いがちなんですけども当然短期で合格しようと思ったら何年もやあの受験されてる方もいるのでその人たちに知識量では勝てないのでやっぱり必要な知識の質 うん、あの範囲は少ないながらもきっちりと聞かれたことに迷わず答えていくようなあの力が一番必要なので、まあ、過去問とかテキスト読む中でわからないところがあったらそこに、まあ、止まるんではなくて何,何回も繰り返してあの優しいところを、まあ、あの必要なところを繰り返してやる勉強法が、まあ、一番大事かなと感じましたはい、はいはい、そうですね、まあ、今、小駒さんお話ししてもらったとおりだと思うんですけれども。 この試験は長くかかる人も結構多いんですけど逆に短期で小駒さんにね受かっていただける方もいらっしゃる試験なんですね。で私もやはり全く同感で短期で受かるためにはそんなたくさんのことを勉強できる時間ないんでやはりその勉強の絞り込みだと思うんですね。で小駒さんはもう私の講義の特徴でもありますが思い切ってテキストなど論点を絞り込んでいくっていうねそこにあのしっかりと うまい形でついてきてくれたのかなとね。はい、私も思ってます。はい、じゃああのまあ、これから少々目指される方に何かあの一言メッセージをお願いします。はい、えー、っと受験まあ始ま受験勉強が始まって、すぐはなんとなくいけるかなと思って。まあスラスラと勉強も進むと思うんですけども、やっぱり民法から手続き法に変わって馴染みのないところに入ったときにガクッと、まあ。 辛くなってやる気がなくなると思うんですけどもそれはまあみんな通る道なので分からないところでもきちんと読み切って先生のこんなにいっぱい飛ばしていいかなっていうところでも信じてあの先生の言うことを聞いてついていってほしいなと思いますはいありがとうございます、はいはい、じゃあこれから司法を目指されている皆さんもね是非、えー、コカさんに、えー、続いていただいて、えー、短期の合格を果たしていただきたいと思ってます はい、じゃあ、今日のお話は以上といたします。え、コムソン、どうもありがとうございました。